やっぱ呪いみたいな感じでそんな全身タイツみたいな感じなのかミュージックデパートメント音楽制作部門みたいな感じかあ出口排水処理方法を見つけ出さないといけないサミー・ローレンスのオフィス音楽部長ですね信者あポンプ制御のスイッチある 音声通りだどうおじゃ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 新しい目的祭壇に入れ入っちゃったよはい入っ,入った入った入った何にも起こんないかえあなんかある出力バルブがありますよこれ何これ1個目完了2つ目のバルブを探せあーなるほどなるほどサミー・ローレンスのオフィスの入り口にあった黒い

終わったかあ,あ、よかったよかった。うん。我慢、ま、い,いかよしよし。よーしよしよしよし、かかってこいよ俺はジェノサイダーだはーいじゃあ出ましょう、ここから。そういえばドア閉まってるじゃないっすか。それに感づけなかった私が悪いですね、これは。うん。あれも危ないんじゃねえのあれもよただの屍か。もう一つの、 バルブを探すっていうことですけれども、もう結構行き尽くした感ありませんかねこっちはもちろん行けませんよねこっちはもちろん行けないんで、どこ行けばいいんだこっちかなあ、保健室かもしかして。保健室。あ、やっぱ行けるようになってる。バルブを回したことで行けるようになったということでしょうか。化病禁止ですよ。あーお化病はダメだっつってんだろうが元気じゃねえかよ、うん Please wait. 待ってたら死んでたな。うん。信じちゃいけない。sheep songs。さあ、ここはユーティリティアクセス。お、oh no, no、バルブがない。あ、ここにあったはずだけど、ないと。この主人公30年前働いてたんで、だいたい構造は分かってるって感じですよね。ユーティリティアクセス何これえ押していいの押して大丈夫ユーティリティシャフトない。 ユーティリティアクセスって何ところでこれ押していいんだよなはいん何の音こっちの方から聞こえてくる道が広げけて開けてんのか<は>うわーなんかいるじゃん人型のロボットなんだろう分かんないけどうんはい <laughs> なんか不気味なことが書いてありますねでももうこれ行くしかないもうこれだって敵の巣窟じゃないですか絶対もう絶対無理絶対無理あっちだだってやばそうなのいるもんこっちじゃないのあこれ以上進めないえー、あっち行くのなんか武装してるぞあいつあれ待って あれ持ってるバルブ持ってるそういうことかおしっ待てダメか逃げた意外とビビリですね相手の方が The sheep will come to slaughter あれかあのボリスの歌の The sheep songs の sheep かちょっとわかりませんがそこら辺はまた楽風が,が The i ライタ side of hell 地獄のいいところ さあここも音声がありますよ。というかここなんだよここ何これジャック・フェインの声。俺は穏やかな時を過ごすのが好きなんだが最近忙しすぎて休む暇がない。まあ確かにここはクソみたいに臭いが俺みたいな年取った作詞家にはちょうどいいんだ。サミーの曲は活気あふれているが俺がたまに外の空気を吸いに行かなかったら歌詞のない曲になってたな今じゃ鼻をつまんでつまんだまま頭の中で何 歌っているということで作詞家さんはこんなところで働いてたのかこのインクかなり臭いらしいんでねま特に何もなかったんで進んでいきましょうか絶対戦うことになるもんなこれベンディベンディプリーズ <laughs> おいるぞこれは何この左右のスイッチは あ、押すことできないんだこれはおっせたああなんかリフトが上に上がってるあわかったこれ後ろからこっそり切りつけるんじゃないこうやって音を立てないようにこう、端っこをいってピシャピシャ鳴らせないでこうあ気づくこれでえ どうしろとえ待っ、ま、て待っ、ま、て待っ、ま、て一気に行かないといけないもしかしていきますよはいダメかあこのスイッチ押せるようになってるえな何おおちょっと分かった気がするあの下に多分あの魔物がワープしてその時にここに押せばいいんじゃないですかねちょっとやってみましょう まずこれを押さないとダメだよなあの下に行かせるってことはうんでこうなった時にこうどこに行くかですよねあそっちかあれでも結構攻撃はしてこないんで今かはいあ違うあれ違うのかそういうことじゃないのか え、でも絶対このブーンって落ちるやつはかなり有効的だと思うんですけれども有効有効だと思うんですけれども有効的だとちょっと違う意味になっちゃいますよねあついについにあそこに湧いたんじゃないですかこれちょっとすげえ時間かかっちゃったけどなんか法則があるのかなこれはいおっしゃった武装が解除されたえ 帽子だ、これ。武装とかじゃなくて。え、じゃあ元は生きてる人間だったってことありますあれ。えし、殺しちゃったけど。スイングウィズミー。Sorry, かっこいい帽子だな。ハードボイルドかよじゃあバルブも手に入れたんで戻りましょうか。ね、ベンディーは壊れたまんまだな、ここのベンディは。絶対来るだってもうここ敵の巣窟じゃないっすか。最初に申し上げましたが。 絶対やばいでしょ。The sheep will come to slaughter って書いてあるじゃん。絶対危ないんだって。走ろう走って逃げよう。うん。はいはいはい。急げ急げです。よし,よしほらいなくなってるあの未来の世界の人型ロボットみたいなやつ。あいつがいない。さあ、これでおそらくバルブを起動させることが できるよーしいいですよこれで大丈夫だろうサミーのオフィスに戻るサミー・ローレンスですねさあ音楽の部長は果たして何を隠し持っていたのかなんかパイプのスイッチ以外に何かあるんですかねあ弾いてる弾いてる思惑通りですねベンディーも壊れててハッピーハッピー,ッピーポンプ制御 It's time to believe. ということを信じるとき。っぱ信者ですね。インクマシン信者。なんだこれは。インクマシン。CK2。MAX2 とかじゃない CK2。インクマシンの設計図ですかね。メインフロープレッシャーとか、いろいろ難しいことが書いてありますが、私には解読できませんね。皆様ならもしかしたら、これ鳴らしてみる。いや、いいですね。うん。 いやいい,い,いじゃあポンプ制御を押しましょうはい階段を上るさあ来ましたよ下り階段だったような気がしますがねさあこの愉快な音楽が流れてるさすが音楽部長といったところでしょうかさあということで階段はこっちだよなうんおな何何何何何なに何何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  なんかすらっとした。縛られた。いやいやいや。ぶらぶら歩き回るって。私、あの、OB ですから。うん。あの、この OB なんで。いや、別に会いに来たって。あし視点動かせる。でうん。残酷あ斧奪われてんじゃん、こいつ。斧持ってますよ。あ、置いたわ。で、アイテム化したわ。 うんおそう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 あのヘンリーですあのヘンリーあの30年前に働いてたどうでもいいとか言うな上位ューと一緒に働いてて手紙までじきじきにもらうレジェンドだぞうん解放されるあやっぱ呪いみたいな感じでそんな全身タイツみたいな感じなのか 来る。listen。クロニャバブ。クロニャバブ。ああ、儀式を終わらせなければならない。He うん。大体セットアスフリーってよく海外で言いますけれども、どういうことを意味してるんですかね、こういうのって我々を自由にするって。 そもそも、この場合、神が捕らえたんじゃないのかうん寝。寝たくない寝たくないやだ反応しません。いや、死に、死にたくないやめろ死にたく、あ、動かせる。ベンディを私の、我の声、ベンディが悪いんだ、やっぱり。ベンディが、あシャッターが開いたえ、召喚する。え、 どうしたサミー・ローレンス私はあなたの預言者です死んだえ、抜け出せない抜け出せないあ、あ、あ、ちょっと待ってちょっ,ちょっと待って、ちょっと待ってよしよしよしょ、来い,い,いよ来いよあーちょっと落ち着こうさあということで戦闘ですね、いや良かった斧がどこにあるのか分かってて良かったですねこのようにまあ順調に解散できますよこうやってうん まあまあまあこれでね。はい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 。まあ楽勝ですね。経験値が入ってればいいんですけれども。さあこれで全員倒したんじゃないでしょうか。ただ音楽がやみません。ってことはまだいるってことか。まだいんのかヘイここにいるかいあインクマシンが。インクマシンが今下に行っちゃった。音楽がやんだ。そして平和だ。このように。 道を切り開いていきましょう。まあ、あ敵が一発でやられる敵で、助かりましたね。はいはいはい。こっちこっち行くことはあ斧がなくなったえ斧がなくなったよどういうことえ暗いああーあーあーあああああ総理総理総理アイム総理イケ総理あちょ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 ,ちょ いやええなにこれえ視点がちょっとだけ動かせるえあ進めんのこれなにこの太陽だ外に出れたもしかして今のでいやよかったええー、っベンディベンディエグゼットって書いてあるえ どうすんの。ああ、なになになに,なに、総理総理、アイム総理、アイム総理。え、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 ちょっと待って。ちょっと待って、どうどう、こっち。わ、きてて、来てたのな、今。ざまあみろ。ざまあみろ。俺は。俺は死なない。<laughs> 月並みな言葉言っちゃった。怖くて月並みな言葉しか。思い浮かばなかった。まだ来るだろう。 まだ来るだろうこれ。斧がないんですもんだって。うわあベーコンスープうん。誰かい。いやーだってベンディーちゃん絶対この。この流れからしたらさボリスボリス敵リスサミー・ローレンスみたいなやつじゃないの今の感じ。ボリス。 可愛い,いでもさあ第3章ということでまあ今回はここら辺で終了にしたいと思いますということで最後までご視聴くださいましてありがとうございました次回もまたよろしくお願い申し上げますおいてめえ チャンネル登録を忘れないよほう